緊張するよこれ。怖い。はいどうもジプシーログです。止まった状態のねオープニングでございます。これ今ねよこの後ろの方にね宣言者の交差点があるんですよ。でまあその交差点から入ってきたところのね、ところで止まってるんですけど、今日のリクエストの坂ねよもう進もうかな。はい今日のね、リクエストはねまずはねワークス TK さんっていう方からのリクエストね。これはなんだ。小学校ですね。この辺もね、まあまあまだリクエスト何本かあるんで、ちょいちょい行かなきゃいけないところもあるんですけど、まずはね、1本目はそのワークス TK さんという方からのリクエストの坂に行きたいと思います。ね、サブのコメントがついていて、下りはね、躊躇するくらいの坂ということで、躊躇するってためらうってことですよね、降りるの。一体どんな坂なんだろうっていう感じですけど、さてさて坂あんのかな、これ左側にあんのかな、右側かな、斜め左方向です。ここはあれですね、右方向です。朝は一通なんですね、狭いからね。この先行き止まり、右方向来ました。目的地です。これですね。ワークス TK さんの坂行きたいと思います。輪っかじゃないけど坂続いてるね。お？これこっち？じゃないといけないけどね。おお登れた。さあじゃあちょっとね長崎の坂をね彷彿させますね。これ行きたいと思います。ワークス TK さんのリクエストの坂。これ確かに躊躇するよこれ。ということでね、わー、TK さんの坂でございました。戻ってきちゃいました。これね、今のね、ワークス TK さんのリクエストの坂でございましたけど、さあ、そのね、近くにね、よ、今度はね、こんちゃんさんという方、ちょっとね申し訳ないんですけど、こんちゃんさんねリクエスト最近だったんですよ。ただ場所が近いのでそのまま行かせていただきたいと思います。でこれはまっすぐ、カオスだな、もうよくわからない。こっち？
のこと言ってるのかな。よし、じゃあこんちゃんさんのリクエストの坂行ってみます。よし、しました。これが長いぞ結構しかも若道じゃねえし、これ若道にしないとまずいんじゃねえの、これ大丈夫これ雪の日で。おお、なるほど、はい、ということで、これもこんちゃんさん下りがあるよって言ってたな。よ、長い下り、長い下りがあるよ。おお、確かに下りがある。しかも本当に長いわこれ。いつまで下るんだこれ。山道を舗装したんじゃねえのこれ。そんな感じの道？まだ下る。へえ、おお、山道じゃないですかこれ。へえ、ここちょっとキュ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 。おお、でね、どこに来たかわかんねえというね。はい。なんかこの辺がメインストリートっぽいんですけど。よっこらしょ。この坂をまず登って、行きたいと思いますけどね。もうね、地元道花はだし、花はだしって表現変だな、地元道ですよね、まさにって感じ。すごいよこの辺、急よこれ。本当に大丈夫これ雪の日、本当心配する。よいしょ、おお、はい、ということでね、戻ってきましたんで、今度はね元の道を下りたいと思います。おお、怖えなこれ。やってみると怖いですね。降ります。よいしょ、これこれこれ若道じゃないだよ。おお、これもなかなかでしたね。すごい。おお、はい、降りてきました。この水沢あたりもやっぱすげえな。ということでね、こんちゃんさんの坂お届けさせていただきました。ありがとうございました。はい、これも三ツ沢岡沢町ですね。左方向、Google 先生がやいや言ってますけどね、岡沢町に入ってきました。あけみさんリクエストの坂行きたいと思いますけどもね。これ左、はい、その先目的地ですとあるんですけど、目的地に到着しました。お疲れ様でした。これなんだよな。これですね、はけみさんリクエストの坂行きたいと思います。一本間違えてましたね。これはどっちに行けばいいの。こっち、こっちは行き止まりかな。行き止まりだ。違った。
なんかね、もう訳が分かりません。あ、今のがでもてっぺんなんですね。あ、行き止まり。はい、じゃあそういうことでね、ハケミさんの坂を降りたいと思います。降ります。おー、あ、結構急、結構急、結構急。はい、ということでね、あけみさんの坂を降りてまいりました。はい、これね、今岡沢町の交差点まで出てきましたけども、さあ今日の坂いかがだったでしょうか。ワークス TK さんとポンちゃんさんね、蒲谷町っていうの、蒲谷町っていうのの坂ね。そして最後は岡沢町にある坂、あけみさんのリクエストの坂の3本をお届けさせていただきました。はい、ということで今日はこの辺で終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ジプシーログでした。うわー、これなんだろう、この坂やめてほしいな、これ。